おに吉川英治。1。お待ちかねでいらっしゃる。何、そのままの支度で差し支えありますまい。すぐに口へ。と、近十番に促されると、宗形・ヨウエモは、余計に足も進まず、気もみそくなってしまう。案の定である。大書院へ出ていた勲行の面には、焦燥の筋が立っていた。ヨウ門が土へ手をつくとすぐ、うったか。と、頭から言い、そして、ヨウ門が、 顔を上げずにいるとまた、門戸目の首をこれへ見せい。というのだった。出羽の神の立腹も、藩の指揮を正すためには、当然そうなるべきで、ただの感触ではないのである。家臣の福原門戸が、女の意思とかなんとか、言語道断な沙汰で、同僚の者を暗殺した上、汎用を詐称して、城下の町人から急場の金を借り、それをもって、金行、津軽寮から蓄電してしまった。ついてうち、もちろん、 宗方ヨウエモンだけが、訓命を受けたわけではないが、あいにくと、足軽頭であるヨウエモンは、その朝、組下を連れて、この広崎城の二の丸へ早くから出ていたので、レワの神の目に止まって、措置も行っててこうしてこい。と言いつけられたものであった。これは訓音と言っていい。こういう折りでもなければ、十国の淵でも挙げられる姿勢ではないし、一班に認められるのも、こんな時こそ、侍の働ききというものだった。ヨウエモンは、 誘薬して、モンドを追跡した。そして、南部領へ落ちていこうとする彼を、イズリハ街道の怒りが関の山中で見つけ、訓命であるぞ、モンド、首を処もうとまでは、名乗りかけたし、また打って帰るつもりだった。2、怒りが関までは、ずいぶん山道を歩く。人にも会わない道が何里とあった。モンドと出会った山中も、仏法僧の声しか聞こえない樹立の間だった。凶悪な。 ずった目でもしているかと想像していたモンドは案外落ち着いていて悪びれたふうもなく騒がしてすまなかったと最初に言ったそれから彼は同僚を切った理由を語り汎用と詐称して借りた金を実は自分の身に帯びてきたわけでなく同役は今みんな食えなくなっている淵では実際に食えない実情なのだから仕方がないそれに起因して自暴自棄になりかかっているやからがかなりある 自分もその一人なので、こんな時だと考えたから、大長人の金を借り出して、そっと食えない仲間へ置いてきてやったのだとも言うのである。そんな話を聞いてしまうと、ヨウエモンは、モンドを切る気を失ってしまった。モンドはまた、ヨウエモンに対して害意を抱いている、気色など少しもない。むしろ、懐かしげに、現在の藩の困窮だの、不指導と実生活の矛盾だの、そこから起こる平風だの、ついヨウエモンもうなずいてしまうし、彼も話しやめようとしない。 人気もない山中の金の声を聞きながらであった。藩へ帰ってきてから、しまったと後では思い、今また、訓行の顔を仰ぐと、いよいよ、不覚をした。という自覚に震えが出てくるほどだったが、もう追いつかないことだった。それについて、まるっきり嘘も言えないので、怒り化石の付近で、モンドの姿を見かけたが、力及ばず、力及ばずは底本では、力及ばず、打ち漏らしたと答えたので、津軽出羽の神は、余計にその不甲斐なさを怒って、 物の役に立たぬやつじゃ、点として、恥とも思わぬ面よな。祖先以来、事なき日にも、ろくを与えておくのは何のためと思う。ソチは、それでも米を食って生きている武士か。殿が下げむと、そばにいた老親や金獣までが共に罵倒して、自分が上位を受けていったなら、と言わないばかりに、侍らしい顔をした。もちろん、この後、宗像洋右衛門は、五十日の閉門になった。軽い方だと見な言った。 初めて聞きました。お父様に、そんなことがあったんですか。炉の炎にも熱くなっていたまぶたを、痛ましそうに、父の顔へ上げると、お玉の涙は赤く光って、膝の先にこぼれた。お前が、まだ、十か十ひところの時の話じゃよ。宗方よ右衛門は、我が娘の感傷を見て、これは、えきもない話を聞かせたと食いるように、たき木を取って、のえ差しくべた。大きな炉だった。普通の家の2倍もある。 それに、夜も昼も火を焚き詰めにしているので、この小屋の木材は、油を湧き出して、すすは漆みたいに光っていた。どーっと、強い風圧がぶつかってきて、時折、小屋の木材がきしむ。ちょうど、船底で土涛を聞いているような感じだった。こうしたけとの吹雪は、冬の間毎日のように続いていた。かわいそうなのはお前だ。母ももういないしなあ、娘盛りを、こんな山小屋に送らせ、冬は吹雪、夏は土仕事。 お父様、もうおっしゃっしゃらないで。私などより、お父様こそ、山へ来てから、ずいぶんおふけになりました。やめよう。自分から望んで、ここへ移ってきたのだ。若い娘も犠牲にするのを、承知でわしは収益してきたのだ。いいえ、お父様は、私を犠牲にしたとおっしゃっしゃいますが、私にだって、今のお仕事は大きな張り合いでございます。たとえ何年かかろうと、働いていれば、やはりお父様と同じように。 大きな楽しみとなっておりますから。いやいや、男のわしでさえ、時には泣きたい思いもする。まして、女のそなた、苦しいだろう。山へ来てからもう四年だ。お前も今年は二十五じゃろうが。ええ、いつの間にか。嫁入り期も過ぎてしまう。許してくれな。お父様、ニシンでも焼きますから、お酒でも少し上がって、またいつもの数体でも。あるか。ございます。じゃあ少し関係てくれ。 そして、わしの机の上に積んである絵図面と書類をここへ貸してくれ。広げると、畳2枚分もあるような大きな図面やら、小図面やら、陸上もできていた。それも書類も、すべて、この中津軽と南津軽との間を横断している五所川原の治水工事に関するものばかりだった。宗方四右衛門は、それへ見入りながら、頬杖を膝について、苦念していた。お玉は、一人の下男を相手に、小屋の流し元で、氷を割りながら、 その父を慰めるために、これも、夕げの名に心を砕くのだった。4。表高4万6千石という津軽屋の経済は、もう先代手羽守の,の時に、困窮を極めていたが、当主の代になってからは、全く行き詰まっていた。領土の面積からすれば、佐竹と南部の国境へ北、津軽半島だけの広さでも、膨大なものだったが、半島の背骨には、陸山脈が横になり、西もまた、山地ばかりで、その間にある津軽平野の南十里というものも、 山岳地方から中央に降りてくる無数の川に荒らされて、全く不毛の地であった。わずかに、居場のある弘前を中心に、黒石市藩の地方にかけてだけ、産業も文化もやや見られるものがあるという状態なので、表高は4万6千石でも、その実収穫は4万石が欠けていた。津軽貧乏を見され、わしが貧乏は楽よ。水の苦もない。淵べらしも薄わらない。隣藩の佐竹や南部で、 こんな歌さえ歌われたほどだった。藩主が、祖福を着たり、朝夕の食前の名を減らしたりして、藩を示してみせることも、何の気もない。家臣は、みんな、元宝に甘んじ、領民は、祭礼の行事まで見合わせて、税を稼いだ。けれど、ひと夏、岩木川の反乱があると、全民は打ちのめされて、また、二年か三年は、火あぶりになっても税も油気も出ないという領民が、たくさんできた。反対に、私風も民風も、 人間はますますす悪くなるる。のである人斬り沙汰、女沙汰、盗難沙汰、つまらない家中の葛藤、そんなことが絶えない。そんな風潮の中で、宗像・吉右衛門は、長年笑われ者になってきたのである。あれは、福原・モンドの一見で、どのから、米を食っているか、と聞かれたという無類の脳なしだ。米食い武士で脳うて、米食い中だ。極潰しという名称は、穀物の極端に尊ばれている時世にあって、最大な武辱であった。 米食い、虫の養うえもと呼ばれながら、ようえ門は、何年も飯をかむ間は、なおさら考えた。何かご奉公したい。ある年、県民役人について、岩木川の水害を見分に行ったとき、彼は、後に残って、なお旅を続け、一つの決心を抱いて帰った。過労の手へ行って、ようえ門は、悲壮な眉をしていった。どうぞ、これを殿へご披露してください。曲げて、お許しのあるよう、あなた様からも何とぞ。 一通の検索書を差し出し出た。岩木川のモンドを中心とする津軽平野の自水作であった。彼が寝ずに書いた権限書は、藩士70枚綴りで4冊もあった。所用の延べ寺院何千人、総費用いくら、完成の期日は、およそどのくらいという数字も彼の計画も残らず、それに尽くしてあった。だが、用いられるはずもない。能無しが無念なりを起こして、定へ日産して平行じゃ。取り次ぎした過労災が、そんな程度で。 城内の笑いい話にしていただが、四右衛門の熱心はやまなかった。その熱心がやや変われたのであろう。翌年は、正式に、県民役人の一人として、出張を任命され、やがて、二年も経ってから後、殿が彼の権限書を見たという沙汰で、四右衛門の宿望が半分ほど叶えられた。彼の検索した計画では、あまりに大きすぎるというのである。で、その計画を三分の一程度に縮小して、 五所河原地方の一部の開婚役を任命するということになった。何があいつに。米食い虫が百姓の中に混じったら百姓は嘆き限れまい。一人娘のお玉を連れて、不毛の奥地へ出発した四百右衛門の旅装のせいも、やはり、そんな嘲笑のみしか送られなかった。五五所川原の宿場から一里ほど、南の山を月山の中腹に、彼は小屋を作って住んだ。治水工事を特例する開婚役所は、 そこのふもとに置いたが、そこさえ、低地であるため、にわか雨となると、水の危険があった。で、大事な図面や書類は、なるべく、猫屋の方へ置くようにしていた。広いなあ。この広い平地に、これだけ、稲の種が実ったら。ここへ、猫屋を建てるときに、彼が一番に叫んだ言葉はそれだった。だが、この高地から眺めても、その広い天舗の平地も、まるで人間の静脈のように、 大小無数の香水が本地していて人力の痕跡らしいものはほとんど見えないのであるそれからの彼は一人の下僕を連れやたてと紙を持って毎日この高部な平野を実地に通査してみることだったそして各村の庄屋を訪ねたり老農について体験を聞いてみることだったその人々は口をそろえて言ったそれやまあ旦那様のお考えは結構じゃがどんなに人間と金を使ったって一旦のただって できることじゃごは先祖い。わしら、山津波だの、洪水だのと、水に悩まされていることは、先祖代々から残って、その先祖たちも、どれほど、今日まで、にゃあ、力を強せてやったかもしんねえし、ご領主様だって、ご奉行所や開婚役所を置いたことも、以前、にゃああったが、みんな金を水へ捨てに来るようなもんでの、役所を払って40年も放ったら、歌詞になっているくれいなもので。旦那様はまた、えらい目にお会いなさるだけのこっちゃで。 体験の多い老農法とそういうし、御所瓦の体感などは、口を、極めて、その無謀をいさめて。まあせっかく、殿にも御意が動いたところ、今さら、ご中止にもなれまいが、ご病態を作って、藩の方へも、延々にしておかれたが、よろしゅうござるぞ。反政古根灸の織ゆえ、溺れる者わらをもつかむで、殿にも、凶行を望まれるのであろうが、心ある老臣方は、たださえ、お手元の不意なところへ、莫大な執筆。 底母が病態を作られれば、重役方は、かえって眉を開こうというものでござる。と、言った。しかし、与右衛門は、断固として、その年から治水工事に着手した。同時に、あらかじめ、班長の許可を受けてある寮をもって、津軽平野を囲む一帯の村落百十4家村へ対して、人税を課した。人税というのは、一戸当たり幾人という労力を、月割りに挑発することでもちろん、無報酬の労働なのである。 とんでもねえことになってきたぞい。なんじゃあ、あの宗像・余右衛門中奉行は、あんでもえ、足軽頭だったと言うでねえか、足軽に、百姓のことが分かってたまるもんでねえ。冷えすら食いかねるっちゅうに、この上、人税などと、オラたちの血まで絞る気か。百姓たちは、がぜん、不平を鳴らし出した。それでも、ひと夏から秋までは、各村の庄屋や年寄りのイブで、しぶしぶながら、課せられた人員は仕事に出た。だが、 凝縫たる大自然の下には梁が穴をうがったほどの工事の跡も見えない。多少、予定工事が進んだかと思えば、一日の豪雨で洗い消されてしまう。冬は、仕事ができない地方である。予定の2カ年は特に過ぎて、半地の方でも、ごうと、非難の声が上がっていた。このご困窮脳裏から、あのような無能者を奉行にして、莫大な金子や物資をこう送って、どうするんだ。という意味である。いうものもまた。 切実なのだ自分たちの口も減らされ、家族は生活を極端に切り詰められ、みんな顔色が悪い。そういう場合なのである。藩の金でも自分たちの金を手変化する虫、第四水準2の78の10にられる気がするのであろう。だが、殿の出羽の神は近頃になって余計に、四右衛門の信念に引きつられている形であった。老神が、堀を見て、ご中止になられては。 家中の遠さをそれとなく訴えてみても、やらしておけ、今やめるも、なお進ませてみるも、藩の財政が、困窮は同じことじゃ。同じではない理由を言っても、のことだった君ごとを思って、やらせておけというのでは、老親も桟を投げて行使しているほかはない。あいつめ、案外ぬたりのないやつじゃ。絶えず、殿へ報告をよこしおる。この文書に、殿は惑わされてござるに違いない。五所瓦開婚役所という、各版の飛脚が、 藩町へ届くたびに藩の者は米食い虫の余右衛門を罵倒するのを茶話にしていたそうして最初の2カ年計画は工事の進捗上3カ年計画に変わり後にまた宗像余右衛門が自身殿へ実情の報告に来てから再度5カ年計画ということに変更された当然津軽屋の経済は骨と皮ばかりになってしまった城下の大町人からは借り上げられるだけ借りてしまい 町人と言わず百姓と言わず、関所さえなければ、皆、このガキの領地から調参するであろうと思われた。藩では、江戸、京都、大阪あたりの商人からも、負債を求め、そして、一般を急場に当て、一般は治水開墾事業の方へ送った。藩町へ、打ち合わせのことがあって、洋右衛門が、弘前の城下へ、出てきた折、洋右衛門は、何者とも知れない武士から藩打ちを受けた。幸いに、危険は逃れて帰任したが、 もうその頃から、あいつを殺してしまうのも、藩のご困窮を開く一つのとだ。と言って激する者が出始めていたのであった。7、俺は、脳なしだ、米食い虫に違いなかった、せめてこのくらいなことをしとげねば。と、ヨウエモンは、自然の防衛にも、人間の迫害にも屈しなかった。また、つくづく思うには、幕府のご制度の中にある藩地である。藩の制度のもとにある経済である。おかみには、 どんなご執筆も滞おう、支部ができぬように、下の者も、どんなことをしても、無護勢に骨を削らなければならぬ。下ほどそれは辛くなる。出ない者を絞り出す苦悩なのだ。ところで、そういう女将と下の間に立っているのは誰だ武士という者たちだ。この際、武士のすることは何かそれを、通説に彼は考える。打開といっても、ご生徒の中での打開だ。津軽量以外へ、何の策も施すとはない。 事故の持つ土の上に打開を求めるほかないではないか。また、武士は、事故のなすことを、自己の分の中から、今こそ求め探して、方向に差し出す時ではないか。ガは、官営の武士道を、そのまま習慣にして、刀にかけて物を言うだけが、指導だと心得ている時期ではなかろうが。結論において、彼はこう極めている。世の中は、生きてゆく。増えてゆく。進んでゆく。添い素食のご節約も結構だが、 絶対に、消極策というものは、どんな飢饉の地でも適合しない。つまり、この世の中というものの本質に適合しない。それから、彼は覚悟を極めた。鬼になれ。鬼になってやらねばできない。おたまが見ても、父の人相がこの頃変わってきたと思う。土や水と戦うので、気は荒く竹だけしくなった。仕事場に出る時の身支度を見ても、厳しさと言ったらない。さらし布の序盤だけは、 毎日洗ったものを着せてくれとおたまへ行ったのでもわかる。出る朝をいつも死ぬ人心に決めているらしい。もうやがて50に近い体を山自宅に厳しく固め手には完竹の鞭を持って出かけ工事場で彼の言葉に渋るものがあったりラミンを盗むものがあるとこやつ耳まで裂いたような口を見せて大活の下に殴りつけた。ある時は夏のデートや臭い切れの中で怪我をした百姓や。 リビオにかかったものなどを、目に涙をたたえながら手当てしている彼の姿を見ることもあるが、仕事に直面すると、まるで仕事の権下だった。一刻も、ただぼんやりしていることなどはない。自分も、土を担ぐ、石を運ぶ。お玉ですら、ここへ来て、百姓たちと混じって働いているほどだった。お玉さん、少し休んだがいい。わしが、土釜の日も見ていてやるし、焚き木も割っといてやるで。十川村の郷士の息子だという安太郎が。 いつも彼女を傷縛って、湯沸かし場へ慰めに来た。湯沸かし場仕事も大変だった。もっともここ一か所ではないが、ここへだけでも300人ぐらいなものが、昼飯時には殺到してくる。炎天の下で、焚き木を割り、土釜に火を焚き、水を汲んでくる。はじめは、川水を飲んで仕事していたが、高毒にあたって、何十人か一度にレビューをしたことがあるので、この水は飲むな。という考察を立ててある川と、この水は飲める。 とといいう札の立っっている川とがあったそれはもちろん四右衛門の字だった。8半島の東西の山岳地帯から集落してこの平野を縦走している川は主な川だけでも十いくつかあった。それが各2の時点1の2の22秩序なくぶつかるところでぶつかり分かれては幾重にもなり水と石と皇帝の多い土地とが噛み合い本撃し合ってやや落ち着いているところはまた。 身を没するような茅やの沼地というような原始的な姿だった。その水の自然性に秩序を与えまた凶暴性を取り除けようとする四エ衛門の事業は第一年から三年目の半ばまでほとんど徒労であった。だが屈しない彼の頭脳はこういうことに気づいた。俺は今日まで断崖には石を畳み平地には包みを築き水をこうやろうとすれば石を固め人間の力で水をいじめ込もうとしてきたがこれは切裂だ。 だから水に勝ったと思うと何百件の包みも一夜の防具にけ崩され敵を取られることになってしまうこれからは水を自分が動かすと思わないで水の性能に従ってみよう彼は今までの基礎を捨て根本から工事方針をそれから立て直してかかったその間にも百何十家村の不平と非難は彼の一心に集まっていく度か暴動が起こりかけ幾度か袋たたきにあいかけたり川の中へ恋に突き落とされたり さまざまな迫害はあったが、工事の大変更に、百姓たちの抑えていた憤りは、また火を呼んで爆発した。オラたちがこうやって働くのを、あの奉行目は、遊び事だと思っているのだぞ。何年間も、千和文も払わねえで、牛やうまよりこっぴで、使い方しさらして、それをまた撃っちゃって、他の方へかかるたあ何事だ。もう、仕事に出るな、死んでも出るな。いっそ、ぶっ殺せ。そうだ、ぶっ殺せ、あいつを。 険悪な晩が、幾晩も続いた。夜になると、お月山の小屋に座っていても、それがわかる。遠い山陸に点在するブラクブラクで、火を焚いたり、鐘をついたりしている模様が、赤い空に映って見えるからだった。その早金は、お玉の胸を騒がして、眠らせなかった。お玉さん、お玉さん。もうおねみかい、安太郎だよ。心配になるからやってきたんだが、ちょっと顔を貸してくれないか。小屋の窓の頭コツコツ叩きながら、 訂正を弾ませて言う声がする。お玉は身を起こしかけたが、父の寝息を眺めてから、そった外へ出て行った。9。大きな月が、半島の山の骨を鮮やかに見せていた。津軽長の海らしい果てに、蝦夷まで見えるかと思われるように咲いた夜である。ダメかいダメかいお玉さん。どうしても、お父さんに、この事業を思いとどまらせることはできないかい白骨にならないうちは、止めそうもありません。 なあ,あ困ったなあ。安太郎さん。おたまは、突然握り合っていた手を解いて、より強い力でしがみついた。ごしょうです。これから、方々の村々へ、あなたが会場して、も、い度みんなをなだめてくださいませ。あなたのお父さん、講師でもあるし、学者だともいうことです。あなたのお父さんにもお頼みして。ところが、その父が、四う門殿のすることを、頭から悪く言っているんだよ。 この下の開婚役所に抱っこ和紙が始まれば、先に立ってくる方だ。でも、安太郎さん、あなたのお力ですがってください。ね、安太郎さん、お玉が一生のお願いでございます。青白い月の下に、白い襟首が泣き震えていた。安太郎は、着物を通してくる女の涙の温かさを肌に受け取っていた。よし、やってみるよ。泣かないでもいいよ。これから夜明けにかけて、会場を回し、 なんとか父も解き伏せてみる。その代わりお玉さん、俺の気持ちも忘れずにいてくれるだろうな。ありがとうございます。安太郎さん、このご恩忘れはいたしません。だけど、結局、この事業はものにはならないぜ。もう、手も足も出ないところまで行けば、よ上門も殿は、もとよりのこと、わしたちの運命もどうなるか。そういう脅威行末が見えていても、安太郎さんは私を。わしは、だから、この恋には、 生命をかけているんだぜ。どうしよう。す、すみません、安太郎さん。禁止なきにおえつするお玉の顔をひどいような力でいきなり抱きしめると、安太郎は彼女の唇に情熱のほとばしるままに甘い窒息を与えた。中、七沢、伊佐五沢、中越沢、そういったふもとの地帯で地のりを利用して、周囲何十兆もある大田め池の改作工事が始まった。掘った土は、 定地の茅原や,や沼地をどんどん埋め立てていった。一箇所のため池ができると、付近の川の性能がまるで違ってきた。なぜならば、周り関を巡って、ここへ集まった水は、任意に急速して、進化は包みに沿って、従順に出ていくからである。豪雨が出ても、その付近だけは、もう水は割れままでなかった。四右衛門は思わず、見えた、先が見えた、と、小躍りして叫んだ。予定の5年目の春頃には、 その大ため池が何箇所となく竣工した。そこの竣工はまた、堤防工事、護岸工事、すべての仕事の方に基調を与えて、彼は、再び犯行へ、延期の願いを出す必要がなくなった。支流的な川筋の工事はほぼ終わったので、彼は、この夏、最後の仕上げ仕事としている岩木川の上流の主脈に、全力をかけていた。毎日の人税挑発は、114か村から2000名近くの人員が駆り出されていた。 この平野を吹く風が汗臭く思えるほど、泥と汗にまみれた百姓が、上流の渓流を平地へ出さずに、それを大田明家へ導いて、おもむろに、進化は包みから、他の川へ放出する工事に向かっていた。もう一息だぞ。この秋までだ。ガン畜のムチは、殴るものを見つけて歩いた。そのムチで、皮膚を破られた百姓は、何十人か何百人かわからないほど、今日までにはあったのである。あまり、 ヨウエモンが昇進って特例しすぎたため、渓流の護岸工事で仕事をしていたものが、そこの崖崩れにあって、十何人か、一度に生き埋めになって死んだ。それを、炎天の下で聞いたときも、ヨウエモンは一言、そうか、と言ったきりだった。そして、すぐ、小柱を呼びつけ、死体を掘り出したら、死体は、ひとまず、日陰の草の上にでも並べておけ。始末は、晩のことでいい。やむを得ない。ここは戦場だ。 人死にに驚いて、線がなるものか、工事もすぐ続けろ。こんな犠牲者も、今年ばかりあったのではなく、無数にあったと言っていい。それに対しての世上門の態度も、この頃は、極めて冷淡になってきた。妊婦人、鬼目石を畳み、桑を振るい、汗を目に流して働いている人々は、みんな、彼の残忍を、口の内で呪った。11、汗の下に咲いた可憐なリンの花が、見られもせず、 わらじで踏まれるわけになった。湯沸かし状に、人たちがしていた。なんだ、何があったんだ。近くの者が、わらわらとそこへかけていく。案の定、また、四右衛門の鞭で打ち据えられている者があったのだ。けれど、今日は百姓ではなかった。彼の子であるお玉だった。かにしてください、悪うございました。お父様。鞭の下に泣き叫ぶと。父とはなんだ、工事場では。 父子のけじめはないと言ってあるぞ。と言いながら、またも撃つのだった。鬼のような顔の父へ、手を合わせてわびていたのに、その手をむちで殴られて、彼女の指から血が走った。ひー<い>っと泣き伏すと、心に応えておけよ。己、己。己背を撃つ。か弱い腕の根へ打ち下ろす。見る間に、彼女の皮膚はムラになった。すると、その後に、もう一人、不服していた若い男が、 いきなり草穂りりと一緒に羽を着て、あんまりだ、いくら親でも、と、ようえもんへくみついてきた。ようえもんは、一気に振り払って、そちもだ、と、無知にうなりをくれた。わ、っ。と、若者は、顔を抱えてよろめいた。安太郎なのである。男女が、わずかな間を盗んで、湯沸かし状の裏の日陰で、楽しげにささやきあっていたところを、ようえもんに見つけられたのだと。 見ている百姓たちが話していた。な、殴ったな、畜生。まだ足らん、それへ直れ。は、わしを、ボの人足扱いにしやがったな。わしは、これでも、曽川の豪子だぞ。豪子が、なんじゃ、この右上門の目からは豪子であろうと、子であろうと、何者でも、みんな、一日いくらの土が担げるかと思う、一家の人足に過ぎないのだ。たとえ、ご領主様がここ酔いであろうとも、その心底に変わりはない。 お玉さんが、かわいそうだと思えばこそ俺は自分の父もといたりこうして働きに来てもいるんだっててめえのようなやつのためならするとヨウエモンはかつていくら怒ってもこれほどな形相は見せなかったものを目ギから燃やしてわしのためにば、バカ者とどなりつけたわしは君功と領民の間にあって自分のすることのためにしているだけだ 津軽屋のためとも考えていない。な百姓たちのためとも別に考えていない。しかし、わし自身のために出ないことだけは天地に言えるのだ。なな,なに言ってやがるんで。てめえは、今さら、夜逃げもできず、範囲へも帰れねえから、やっているのだ。こうやって、不平を言いながらも、百姓たちが働いてきたのは、何時が怖いからじゃねえぞ、殿様が怖いからだ。もっと分かりよく、うん、やあ、卓球や縛り首になっちゃたまらねえから、涙を飲んで、 食えねえ中を、一気も起こさずにやってきたんだ。黙れ、わしは、この事業だけには、三軍を率いる将軍だ。絶対にわしに従え、わしに従えん奴は来るな。おお誰が来てやる。と捨てザリフを投げて、安太郎は走りかけたが、赤く腫れた目を振り向けて、俺は来ねえが、そのうちに、二百十日が重ねるぞ。覚えておけ。十二、安太郎の見えない日から、工事上の人数が目立って減った。 中川村とその近村の者は一人も来ねえがと来ている者にも動揺が現れた秘密うちに会場が回ってゆくらしく日ごとに人員は減るばかりだった夜になれば空は赤く村々を焦がした当然これに対して五所川原大官所が四右衛門の役所と協力して処置に当たるのが本当だがその代官は大為池の春高を眺めても喜ぶ色のなかった人物である 安太郎の仕業だな、気の小さいやつ。父がそううないているのを見て、おたまは自分の身の置き場のないような気がした。しかし、一人になっても、俺は、この冬までに、最後の工事をしとけると、与右衛門は言うのだった。一頃の十分の一にも人手は減ったが、不思議なことには、その一田室の人数には、何の動揺も見えないのみでなく、かえって、獅子として夕方も暗くなるまで働いている様子があった。無知な百姓どものうちにも、 やはり、少しは、自分の賢明さを分かってくれるものもあると見える。彼は、そこへ、感謝を言いに行った。みんな仕事が終わって、星の落ちているくらい川べりで、手足の泥を洗っていた。おやその中に、一人、包囲を着ている男があった。変に思って、顔を覗いてみると、姿も皮膚の色もまるで変わってしまっているが、それは、十数年前に、怒り化石の山中で分かれた福原モンのなれの果てであった。 あおう、モンド殿、どうしてここへ来ているのか。とうとう、気づかれたな。福原モンドは、笑って言うのだった。去年も来ていた、今年もまた来た。だが、貴公が、この事業を成し遂げるまでは、名乗り合いたくなかった。じゃあ、わしの事業に、力を貸す気で来てくれたのか。それくらいなことはせせば、と、しばらく黙って、自分の方位の袖を示しながら、こういうものを着ている身だ。 ここで働くのも修行になるしな。かたじけない。宗像殿、弱気を出すなよ。とにかく、小屋へおいでください。行くまい。この津軽平野に、青田の風が吹くようになったら行こう。もう一度行っておくぞ、弱気を出すな。怒りがせで、わしを逃がしてくれたなどは、弱気というものだ。助けられたわしも至らない人間だったが、お主としても、あれは、やはり褒められないことだと思う。弱気を出されるなよ。 キレらじをぶら下げて、どこへ帰るのか、福原モンドは夕闇み去った。ヨウエモンは見送って、そうか、あのモンドが働きながら、そばの百姓たちに、説教していてくれたのだな、それで、今残っている人数だけは、黙々と仕事についていてくれるのだ。モンド、ありがたい。涙を浮かべながら、彼は、そこに、まだ相手がいるように、頭を下げた。13、ひどい暴風雨であった。 210日も来ないうちに来たのだ。小屋の屋根の石も飛びそうに思える。宗像、宗像殿、すぐ来い大変だ。青田を見ないうちは来ないと言った福原モンドの声なのだ。破れるように戸を叩く。洋右衛門も、お玉も、土砂降りの雨をついて、ふもとへかけていった。この暴風雨に乗じて、何者かいたずらしたものがあるらしい。災難工事としていた岩木川の上流の石垣が崩れ、続いて山崩れを招いていた。 うーむ手の下ろしようもないのである。泣きたいようなシワの痙攣が、瞬間、ヨウエモンの顔をかすめたが、すぐ、これくらいなことはあっていい。何事にも、もう、一歩という手前にはやってくるやつだ。よし。発狂したのではないかと、おたまは、父の動作にびっくりした。ヨウエモンは、身の傘のまま、渓流の淵へ崩れ落ちた石を、一か一か、上の小道へ上げ始めた。福原モンドも、その意を怪しんで、 どうするのだ、この暴風雨の中で。これを見ては、休んでいるわけにはゆかぬ。たとえ石の一つでも、今からやればそれだけ違う。うむ、わしも行ってくる。福原モンドも、開墾役所の馬を引っ張り出して、暴風雨の中を、それへ乗って、どこかへ飛ばしていった。借り出されてきた百人ほどの者が、協力して、第二の山崩れを防いだ。大為池の結界も、ことなく済んだ。総の足と、無知を持った行との必死は、 翌日の仕事から、まるで血みどろになった。二人の異念は、この大事業の完成が近づくとともに、白熱化して、全く、土と汗とに同化してしまった鬼そのものに見えてきた。十四。一昨年あたりのことは、夢のようにしか考えられない。お月山の小屋の窓から眺めてみるがいい。今、そこには、何もかも忘れて喜んでいるかのような明るい顔が二つ並んで、開かずに、視野を楽しんでいた。お玉と四右衛門の父子である。 5月の晴れ澄んだ空よりも、地は、もっともっと青いではないか。五所川原の宿場などは、青田の中に浮いているようなものだ。はるか、向こう側になる山岳の裾までも、その青い苗の波続きである。田植えが澄んだな。明日は、百十花村で、お祭りするんだと言っています。そのお祭りをするために、気を揃えて、どこの村も、みんな、今日までに植え付けを済ましたんだということでした。ほう、そうか。嬉しいでしょう。 お父様お玉、俺ばかりが禁止そうだな。お玉はドキッとして慌てて。そ、そんなことあるもんですか。私は何も考えてやしません。じゃあ、言わしてもらおうか。禁止いぞお玉、俺は禁止くて、じっとしていられない気がするんじゃ。ああ、早く明日になれ、百十カソンで吹き叩く笛太鼓を俺は聞きたい。お父様の力で、今までの洪水も出なくなり、沼や河原ばかりだった、これだけの広い地面から、 苗の青い風がそよそよ吹くようになりました。わしの力。そうでない、やっぱりみんなの力だ。ただ、それに鞭を打つ鬼があっただけだよ。もう、鬼なんて、一人だって言ってる人はありません。百十家村の救いの神様だと言ったりして、明日は、この山へ、笛や太鼓を担いできて、お父様をみんなが慰めるんだと言っておりました。そうだ、お玉。百姓たちは、まだ、あのたから、ま、だこの秋にならなければ。 本当のの米を収穫ことはできないのだ。祭りをしても、それは、随分苦しい中の才覚だろう。他年疲れきっている海中へ、少しでも、追いえをかけてはすまん。お前は、そこの鍵を持って行って、麓の役所に残っている藩のお金をみんな出して、五所川原から酒を買え、有田家の金で、酒や魚を買い集めてくれ。え藩のお金ですか。殿様へ申し訳は、わしが立派にする。おそらく、殿様も。 お怒りはなされまい。心配せんでいい。この秋には、神殿から、少なくも、一万石の米が収穫るだろう。年ごとにもっと収穫ていくぞ。なぜならば、わしの信念が、百姓たちの信念になったからの。じゃあ、行ってきます。いいんですか、ほんとに。うむ。今から五所川原まで行けば、夜になる、買い物もそろうまい、久しぶりで、お前も、町の中で泊まってこい。ことによると、 そうなるかもわかりませんが、明日の朝は、買い物を馬につけて戻ってまいります。小屋を出て行ったと思うと、お玉は、また駆け戻ってきて、お父様、福原モンド様がいらっしゃいました。と告げた。その後に、すぐ、新しいわらじを履いたモンドの運水姿が立った。15、お別れに来た。宗像殿、お喜びはこの間行ったから、今日は、ご健在を祈って去る。ええたびか。まあ上がらんか。 こういうは、水のごとく、淡々たるおよしとすると、誰やら言った。そのうちにまた、この地方へ来たら寄ろう。急だなあ。ちっとも急なことはないが、これは、坊主の本来のそうなのだ。それよりも、気候は体に気をつけてくれ。待望の事業を達成した後というものは、誰しも落胆するものだ。髪の毛にも、白いものが急に増えて見えるからな。窓の外で、立ち話をしたきりで、モンドは、 と先の旅へ去った。翌朝は夜の明けないうちから津軽平の南十里に笛太鼓の音が流れていた初夏の薫風に白い翼を広げて青田の上を白鷺が群裕していた五頭の二田に十樽の酒をつけ一頭の馬には魚を負わせ他にも町の者や百姓たちが手車に何やら積んだり担いだりして五所川原から朝風の中を急いでくるのがやがて見える祭り林の一組がそれに混じって 景気をつけた。馬の鈴までが、素晴らしく、りんりんと今さは良くなるのだ。お玉さんを乗せて行け、洋う門様のお嬢様をここからお祭りして行け。群衆は、護兵を立てて引いていた飾り馬のせい、無理に彼女を乗せてはやし立てた。麓の役所には、他の村々からも、もう何百人もの人々が集まっていて。わしら洋う門様の前へ、なんと言って出る面あるべえ。あんなお方を恨んだり悪く言ったり、面目のうて。 仮面でもかぶらずばこやへ行けぬわい。口々に同じことを言っていた。馬乗せのお玉を迎えると、彼らは、お嬢様、あ、ヨウエモン様のお嬢様、は。ただ、それだけのことしか言えなかったが、手を振り足を踊らせてかんこした。ヨウエモン様が、酒くださった、さあ飲めや。お許しをまたいでも、ヨウエモン様は、おらたちの親じゃ、親の酒じゃ、いただいて一林しここで生やして登ろうぞ。狂気の人々の上に、 シ,ーシュの甲が流れ、踊り出すものを見ると、笛は笛を吹き、太鼓は太鼓をたたき、その者たちもまた吹きながらたたきながら踊り出した。変だぞ、お嬢さん。早くギョざらっしちゃれ。上の方で、突然誰か叫んだ。見ると、道家面をかぶって、先に登っていった者が、それを放り捨てて、小屋の戸が閉まっているままでねえか。今頃まで、四うえもんにないこっちゃ。誰よりも早かったのは、 お玉の転ぶように駆けていく姿だった。それに続いて群衆の中からも幾人かけつまずきながら飛んでいった慌ただしく遠外された小屋の中へ今日も澄み切った空の光と青田一万石を超えてくる風がさっと入ったあれお父様おお父様お玉は父の体にしがみついて声限りの鳴き声を投げつけた十六宗方洋右衛門は一室の中央に 何もかも覚悟の上らしく、整然と片付けた中に腹を切って夫婦していた。彼は、かすかに顔を揺るがした。苦しげな息とも聞こえないが、もう弱々しかった。おたま、た、誰か。百姓宗のうち、重だった者に、そこまで、来てもらってくれ。来ております。お父様、縁先にも、後ろにも、村々の年寄りたちが。そうか。各2の時点、2の辞典、1の2の22。 百十家村の百姓集に代わって、聞いてくれ。遺書にも認めておいたが、五か年の年月、定めし、この四右衛門の過酷を恨んでいたであろう。無知で、人の子を討った、人の親を討った。また、あえなく、幾多の精霊を犠牲にいたした。この四右衛門の罪は大きい、なんで、その裏々の者から、わしが、今日の祭りの地層になれよう。それはご領主に差し上げてくれ。また、お主たちの内神様へ差し上げてくれ。 あとは、お前たち自身を喜べ。弱い息遣いが炎のように急いてきた。人を散々むち打ったわしは、最後に、その鞭を自分へ打つ日が来た。当たり前なことだ。すまなかったのをみんな、わしは、泣きながら、お前たちの小屋親を鞭で打ってきたが、謝るぞ、謝るぞ、わしのためにしたのじゃない、勘弁してくれい。それで、彼の気持ちは尽くしたらしかったが、まだ、かすかに何かもたれていたと思うと、膝の下から、 一通の衣装を出して、おたま、おたま、と、二度言った。彼女が、やっと答えると、その衣装を手に握らせて、これを持って、お前は、安太郎殿のところへ、使いに行け。ここにいる村々の年寄りに連れて行ってもらうがいい。良いか、お前には、ただこ、ここれだ。父親の手から、その衣装をポロリと落として、魔が娘へ手のひらを合わせると、ガクリッと、宗形与右衛門は、そのままとなった。衣装の宛名は、 曽川康太郎不死伝お琴と,と安太郎の婚礼の式は、四百右衛門の墓中であるにかかわらず、その秋、神殿一万石の初借り入れが済むと、すぐ、大きな民衆の力で執り行われ、3日3晩、真実そのものの渓が贈られた。